マウントで、はい、マウント取られて、まあ、やばい状態になった時に、まあ、うちの場合はパンチ4発で効果取られるんですけど、これ実践的にはめっちゃやばい状態なのでどうするかという話なんですけど、この状態でパンチ打ってくる、引っ掛けて足をまず、まずですね、外側に引っ掛けるですね、足をで相手を両手で固定して、でこのままよく上にこうブリッジ取れてるんですけど、上にブリッジするとこう手つかれて戻っちゃうだけなんで、取った方に手がつけない方にキッキッて、っていうのがブリッジの基本になります。ちょっと悪いね、いきますね。よくあるのが慌ててこうブリッジしてるやつ、ブリッジの相手手ついてどん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 バランスよくなってロデ見てで、もう一個はこうせっかく手取ったけど上にブリッジこう結局ダメって、さらにこの状態だと腕しか取られやすくなってなっちゃうんで、相手が手をつけない、足を出せないような状態にするんです。まずここに引っ掛けるで手を取る、するとこっち側の右手も右足も使えなくなるんで、右側にブリッジするとひっくり返して逃げれる技術です。で重要になるのはこの引っ掛けるというのブリッジの高さですね。ごめんそう、膝よりも高くグッと上げての伸び上がってください、跳ね上げる。でそこまでできない場合でも跳ね上げて夜だ襟切って足からめて少なくともハーフマウントまで持っていけるんで、とりあえずこの状態であわあわしてこう手がパンチってこうやってるともうすぐやられちゃうんで、とりあえず跳ね上がってひっくり返すか、足と足かけるかどっちかで逃げるようにしてください。じゃあちょっとやってみましょう。